な気持ち、私は多分前は知らなかったと思うけど。じゃあそういうことにしておこっか。私としてもそっちの方が嬉しいし。そこまではごまかさなくていいよ。エマちゃんのことなら私はよく知ってるんだから。エマちゃんの気持ち、私はよく知ってる。わからないのは京介くんの気持ち。道端で喋るのもなんだし、公園にでも行こうか。私からすると、エマちゃんって一番親しく思ってる人だからね。意外？私が京介くんのこと好きだってことも。ま、それはまた今度ってことにしておこっか。わからないのは、だから知りたいのは京介くんの気持ちの方。エマちゃんのことどう思ってるの？そう、やっぱりそうか。その気持ち全然変わらないんだ。ううん、なんでもない。正直に答えてくれてありがとう。そんなつもりはないよ。だってエマちゃんに追い打ちをかけるような真似したくないじゃん。さっきも言ったように、私はエマちゃんの気持ちならよく知っているんだから。じゃあ帰るね。また明日。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいかな？お兄ちゃん、マージ使ってるんでしょ？マージを使うと、自分の過去が夢の中で出てくるのよね。その過去って本当に覚えているそのままの過去？
憶の限りでは合っている？マージの中に入ると当時の姿で行動するのよね。あたかも幽霊として取り付いたみたいな感じで。合ってるでしょ？そう。うん、ちょっと気になったから。ありがとう。すぐ押しつぶされるよ。とにかく撃ちまくって。みんな。
諦めちゃダメだよ、お兄ちゃん。諦めたらそこで終わりだから。エマちゃんは強いね。大切なものを守りたいなら強くならなくちゃ。私もみんなのことが大切だよ。来ちゃった。消えたの？京介だって。終わらない。絶対に変わらないよ。Thank you.
し、クリスマスクリスマスって日本人の癖しやがって。バレンタインの日とセットでな。ちなみにバレンタインデーに関するうんちくというか雑学を語ってもいい？そうか、まあいいや、お前なんか俺の仲間じゃないやい。おまけに嘘つきですよ。やっぱりこの季節になるとこの人の曲がよくかかるよね。私結構ファンなんだよ。え、そう？クリスマスにはターキー食べようね。七面鳥のことだよ。味は似てるけど。なんでそんなこと聞いてくるの？そんな気持ちになれる人がいないんだもん。京介の方は？私に聞かれてもわからないよ。もしかして京介、ガールフレンドなんか欲しいの？そっか。